赤富士スロットのセカンドチャンネルです。クリスロットです。カリフォルニアやラスベガスで人気スロットを紹介したり、スロットの遊び方をクリスロットチャンネルと一緒に実践動画を配信していきます。こんなスロットやってみたい、見てみたい、そのようなリクエストがございましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは、今日私がプレイするのはバッファローゴールドレボリューションというスロットになります。はい。バッファローゴールドのリクエストがあったんで、まあ、そのちょっと進化版ですかね、レボリューション、はい、プレイしたいと思う。これ30回あのマックスベットでプレイするっていうシリーズなんですが、はい、75セント、1ドル50、2ドル25、3ドル、4ドル50がマックスベットになります。はい。はい、で、マックスですね。はい、今日は。マックスで今日は30回回しますね。はい、135ドル入れてます。で、このコインが3つどこでも来てボーナスになります。はい。3つ来ると8回のフリースピンがもらえるのでね。はい、そうです。4つだと12回 ?12 だったかな。ね。うん。ちょっとこのコインが綺麗だよね。あの、ウィールのこう周りがルーレットのね、うん、あの、お飾りしてあるね。お飾りしてあるから。お、ああ。ね、そう簡単には来ない。来てちょうよ。はい、このサンセットですね。これがワイルドになります。ボーナス時、ボーナス時に来ると、うん、あの2倍とか3倍とかね、数字が入ってくるんですよね。で、これレボリューションなんで、たまに今こう3倍ってありますけど、たまにこんな風に、うん、あのくれる、あの3倍とか2倍とか、うん、はい。でくれる時があるのね。そうなんです。惜しいね。今2列目にね、うん、いなかったね。で、たまにね、このね、あの例えばこの、ウルフ、はい、ウルフが全部バファローになりますとかね、そういうのもくれるんですよ。あのランダムで。あ、本当、うん、このボーナスじゃなくてね、この普段の時に。あ、そうなの。そう。あ、それは知らなかったな。なかなかこのレボリューションね、面白いですよ。あ、はい。私ね、うん、あのバカローゴールドやるときはいつもね、オリジナルなのよ。あ、わかる。でも私もやっぱオリジナルが一番好きかな。うん。うん、一番ペイもいい気がするし。そうなのね。ね、うん。お、あと一つ。ね。あ、10が揃ったね。そうだね。もうあっという間に26回。おお、26回目に初めて来たんだよ、ボーナス。でもね、26回で来るのは、まあ、あの、そっか、いい方か。これ、いい方ですよ。そっか。はい。もうすぐで終わるとこだったら30回。よかった、よかった。はい、まずじゃあボーナスで、このウィールが回ります。はい、12っていうのは来ましたので、1200か。12ドルのまずクレジットがもらえて、はい、でまたウィールがアップグレードして回ります。これ何が来たらダメなの？もうフリーゲームっていうのが来ると終わりなんだ。はい、これは今ゴールドヘッド2個がこれもあのオートマティックにもらえます。毎回？いや、じゃなくて最初から。ああ、最初から。はい。あ、そういうことね。うん、はい、もう最初の時点でゴールドヘッド2個からスタート。はい。あ、フリーゲーム始まっちゃいました。そっか。はい、はい、8回かな。8のフリーゲームで2個のゴールドのバッファローが2個もらえる状態からスタートします。はい、頑張れ。お、お、いいんじゃない、ね、1つ増えました。はい、2倍、あ、3倍、やったね。これはもういかにこのゴールドのバッファローを15個全部揃えるかっていうゲームなので、あの、ね、バッファローがね、うん、あの数揃っていくとゴールドのね、はい、そうすると絵柄が変わっていくのよ、ね、変わっていくどんどんね、バッファローに、うん、クーガがバッファローになったりとか、そう、今からね変わっていくと思う。そう、バッファローがこうまた増えて、今あのなんとワシがバッファローに今度から変わりますね。でコインが2つ来ると5フリースピンが増えます。もらえます。もう一個、あ、惜しいね。このワイルドがね、3つね、ポンポンポンと来てくれるね。いい感じ、いい感じ、ね、いい感じだ ね、いいね、うん、また5つ増えます。フリーペイが増えます。ボーナスゲームを増やしてゴールドのバファローをどんどん増やしていくっていうのがね、
そうね、一番このゲームのあれだもんね。だからね、このゴールドのバファローがたくさん早く来た方がいいのよね。そう、今18回フリーゲーム中14回目。お、今2つ来たね、ワイルドが。それでエルクが揃ってるから、エルクが揃ってますね。36ドル、はい、なんかさ、4ドル50のマックス掛けだから、もっとね、あ、いいじゃないのかなと思って、そんなことないのね。3つ恋が来たから、8フリーゲームが、8フリーゲームもらいました。今現在26フリーゲームになりました、ね、起きた。おお、すごくいいね。うん、でもバッファロー、ゴールドバッファローが来ない。でもあの増えてるから、フリープレイが、チャンスがあるわ。そうだね、チャンスがあるもんね。ワイルドもいないし、うん、まだこれからよ。そうか、大丈夫だよ。あ、じゃあ、わあ、素晴らしい。また5つ増えたんで41回なんで。だね。で、今31回やってます。うん、今36回か。あれ36回 30… あ、あ、そっか、もう増えたのが計算されたんだね。そうそうそう。今8個になって、クーガが、バファローに変わりますね。はい、欲しかったね。一列目にバファローがいたらよかった ね。これは揃ってるのは、クイーンだけだね。クイーンだけだね。大したことないわ、だから。これすごいね。こんなにあの追加のフリープレイなかなか来ないもの。うん、これでさっき赤藤さんが言った41回目だね。1回だね、そうだね、うん。どんどん増えろ。ゴールドのバファローも来てちょうよ。でこれぐらいあのフリープレイくれると、もうこの辺りからコインも出なくなったり、あのゴールドヘッドも来なくなったりしちゃうんだよね。そういう風に作ってるのかしらね。なんだか設定されてんだろうね。あ、バファローヘッド来て9個。あ、いいじゃない。おお、いいね。はい、33333333。あら、まあでも OK。 うん、でもニトさんじゃ大きく違うよね。144ドル。うん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 、本当だ。あとキングが全部は揃ってないのか、4つまでか。あ、じゃあもうちょっといくね。うん、今バッファローだけで144ドルだったから、いい感じになってきましたね。あと10回のチャンスがあります。あと10回。もうちょっとヘッドが増えるといいんだけどね、ゴールデン。あとコインがね、来てくれたらいいね。チャンスが増えるから。コイン、あ、惜しいな、ちょっと惜しかったね。コインください。コイン、コイン、コイン。惜しいな。うん、バッファローが作ってくれないよね。お、ああ、ほらね、4列目が来ないから惜しいね、これね、もったいないね。もったいない。ジャックも揃ってたね。うん、またほら、あ、また4列目。あと3回のチャンス、コイン来てほしいな。もうこれコイン来なくなるね、この辺りから。そう、不思議だよね。なんかそういうもんなんだよね。くる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 。あ、わかった。あと1個か。これで終わりか。おう。あ、まあでも、ラスト、まあ、よかったね。まあ、ラストちょっと揃ってくれてね。うん、でも、4ドル50で、うん、ね、534ドル30。OK ですよ、まあ。素晴らしいです。ビッグウィンではあるよね。うん、素晴らしい。で、今27回ね。やめたいでしょ。やめたい。もう本当は普通だったらやめるんだけどね。まあでもあともうわずかなんで。ね、頑張れ。これが最後。550ドル62ってことは400ドルぐらいのプラスなんだよね。素晴らしい。うん。うん、ね、今日も今度はまたオリジナルのね。あの、そうだね、バッファローゴールドやってみようかな。バッファローゴールドの ね、オリジナルをちょっとお見せしましょう。はい。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。また見てね。またね。バイバイ。バイ。